宮崎とソウルを結ぶ航空便は韓国のアシアナ航空が週3便運航していましたが新型コロナの影響で2020年3月から運休していましたこうした中河野知事はきょう韓国のアシアナ航空本社を訪れ定期便の再開を要望これに対しアシアナ航空はことし9月27日から運航を再開することを明らかにしたということです 河野知事はインバウンドによる県内経済の活性化に大きく寄与するもので関係機関とも連携を図りながら利用促進に取り組みたいとコメントしています。